みんな聞け。今日は岐阜県長良川に来ている。今日のレポーター、特別レポーター、専門誌ライターの那須さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今回、はい、那須さんがよく知ってる方ということで、はい、その方の紹介と、はい、車を操作したいと思う、はい、令状は持ってないので、うん、勝手にバッチをね、バッチ、はい、これ首掛けがいいの、はい、では那須さん、はい、その人物を紹介してください。じゃあ呼びゃいいんだね。はい、西川さんお願いします。はい、こんにちは。はい、じゃあ、はじめまして、西川です。よろしくお願いします。 4WD プロジェクトプロジェクト西川、滋賀県から参りました。滋賀県から、はい。那須さん、どういった方でしょうか。とりあえず端的に言ったら、はい、もう本当に老舗のお店さんで、はいはい、で元々国際ラリー、はい、西川さん本にも出てて、はい、で出るための車両制作、はい、レースマシンの制作をやってた、はい、でその車両もジムニーに限らず、FJ クルーザーとか、はい、いろんな車 の、 マシン制作もやってて、西川さん自体がレース出るだけじゃなくて、今はちょっとやめちゃったんだけど、日本 の、 若手ドライバーが国際ラリーに出るための登竜門的な大会もずっとやってて、海外ラリーに進出したい人たちを応援するのを積極的にやってた人。育成とは違うんですか？育成というよりもね、もう、国内でのレースで、まず技術を磨いてもらって、で、海外にのレースに出るのの足がかり。うん、バックアップをやってた。普通だったらもう、とにかくいろんなめんどくさい書類ごととか、シッピングだったりとか、そういうのも全部手伝って、うん、そういうのをやってた人。今はね、一緒に遊ぶね。仲間で。川が好き。実はね、今日、ちょっと別動画であげるんですけども、バックラフトというね、アクティビティを一緒にご一緒させていただいて。沈まなかったの不本意ですよね。うまい。うまいのが腹立つ。変に。そう。すごいんですけど、西川さんが、ね、すごい、なんていうんですかね、アクティブにやれたじゃないですか。うん、でも今の経歴聞くと、うん、意外と年齢、若干、63ですわ。あね、同世代ではないからね。大先輩だからね。63には見えないですね。元気。ちょっとね、いや、この業界ってそういう人たくさんおられますやん。どうすかね。いや、最近増えた。4WD プロジェクトというのは、うん、どういったお店でしょうか。今ってジムニーがやっぱ多いですか。圧倒的にジムニーやね。特に6474。そうですね。うん。だから、まあ、どういうのかな、ベテランよりもビギナーさん、初めての方が増えてますね、はい。なるほど。で、そういうパーツを作って、そうですはい、売っているということですね。そうですね。ね、どうしてや分からないっていう方が多いんでね。はい。なら、おしゃれに乗ってもらうというので、はい、特に女の子とか今、最近多いんでね。はい。そういう方に、まあ、アドバイスさせてもらってます。なるほど。はい、今エクステリアのことしか言ってないけど、はい、タービンの開発とかサスペンション開発とか、はい、かなりマニアックな細かいところまでやる人だからね。全然ビギナーじゃないじゃないそれをエキスパート、女の子にそんなの進めないでください。エキスパート向けとエントリーユーザー向けで、はい、ちゃんとね2通り作ったりとかね。なるほど、うんうん、じゃあそんな西川さんが作ったデモカーを操作させてください。しゃあないや。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、こちらですね。どっから？はい。いや、もう、好きなところから。まず、見た目で行きましょうか。はい。ですわ。トイ。トイ。英語でおもちゃ。ですよね。うん。これ、エンブレム。OTA が取れただけじゃないですか。あ、そうです。あのね、はい、30年前、以上前に、はい、ランクルファンは、はい、こういう遊び方した。あ、トイ。そうなんですね。おもちゃ。これは、大人のおもちゃ。トヨタの。そうそう。後半を取って。取ってね。で、これを、また復活させようので、これ、うちが作ったんですよ。作ったんですね。そうそう。これホワイトメタルっていう素材ね。はい。で、これ、まあ、値段で言うと2万5千円。で、はい、もう一つね、シルバー。はい。純銀のオールやつ。
はい、オールシルバーは6万円で作ってるんです。はい、おお。まあ、これもね、大人のおもちゃ。これがもう全般大人のおもちゃですよっていうのを踏まえて、はい、まあ、ボンネットを作ったり。はい、まあ、FRP ボンネット、ね。そうです、そうです。なかなかね、純正、突っ張らないように、エアスクープ入れて、熱気を抜くっていうね。そうですね。さっきちょっとね、助手席に座せておったんですけど、うん、このダクトついてるんですかね。ちょっとまあ、ね、分かってない。ダクトじゃない。ルーバーなんだ。お、何がしますか？ダクトっていうのは導入口なんだ。はいはい。ルーバーっていうのは抜きなんだ。なるほど。うん、はい。那須先生、さすがです。あれ。ルーバー。ルーバー。ルーバー付きで。で、このグリルは？グリルはまあまあ、レーシンググリルね。こんな純正のやつでありますよ。あ、はいはい。グリルもまあ、バンパー。これも、まあ、うちが開発したやつですけどね。はい。黒に合わせて、まあ、角っぽく、はいはい、スクエアタイプにやって、まあ、ちょっとマッチングさせたという。そうですね。カクカクしてますね。うん、秋が来ないようにシンプルに。はいはいはい。してるんですよ。いいですね。で、これに合わせた、まあ、リアね。はい。見てもらったら分かるように、まあ、純正位置になるべく近いような位置で、なおかつ、まあ、スケアな感じで、はい、まあ、フロントと合わせてやったと。あ、ね、今、しれっと純正位置って言ったけど、はい、ナンバー灯が横についてるっていうことは、はい、で、それでリアゲートギリギリまでナンバーが上がってるっていうことは、これ相当位置高いからね。あ、そういうことだ。そうそうそう。だから、これがここじゃなくて、こっちに移動してることで、これ、さらに上げれるでしょ、はい、ってことは、この位置で、デパーチャングルは、実は確保できてるんだって。おー。うん。タイヤからの障害角で、はい、絶対当たらんもんね、これ。角度で考えたときには。この位置。だから、横に移す必要がないと、ね、うん、シンプルに収められるように。これでオフロードも十分いけます。なるほど。もうこれが肝だよ、これが。これがシンプルに見えて、そういうポイントを押さえてたわけですね。そうそうそう。これ何インチアップなんですか、実際。これ2インチアップで。2インチアップで、こんなにデパーチャーアングル稼げると。そうそう。センターナンバーでね。はい。そして嬉しいのが、こんなに大きなタイヤしとってるのに、全然バンパーに干渉しないんですね。はい。これもまあ、タイヤブラケットで上げてます。上げて。はい。まあ、バンパーに合わせたマフラーも、まあ、自社製の。はい。これ、富士坪さんとのコラボレーションした。はいはい、まあこれですわ。弾丸って書いてるの何ですか？弾丸っていうのはうちのブランドですね。鉄砲の玉みたいな、はいはい、まあ、イケイケという感じのブランド名。はい。あのね、イケイケだと、うん。アメリカ系のものが基本的に大好き。うん、あ、そういうテイストな、はいはい、うん。テールランプは、はい、11とかで使ってた配合の。そうそうです。11の、はい、まあ、薄いやつの、流用なんですけども、はい、64用にカプラーも今、開発中です、はい。ボルトオン、カプラーオンでいけるように。はい、まあ、これもね、やっぱり、なるべく薄いように、ということで。はい、はい、はいはい。見た目も、すっきりするからね。すっきりしてますね。はい。すごい遠くから見たら、ケトロックって間違えますよね。ケトロックテールランプ。うん、最近、那須さん、俺よくあるのが、うん、シェーラーだと思って近づいたら、うん、キューブだったりするんですよ。わ、うん、かります？ほう、キューブ。はい、TP2.0。何だと思います？なんだろう、これ。本当にガチで当てに行くと、うん、なんかあれ聞いたことあるな。スターウォーズじゃなくて。それ C3PO とかじゃない？そっか。R2D2 とか。何ですか、これ。行きましょうか。はい、タイヤプレッシャー 2.0、はい、空気圧。空気圧の、うん、あのね、はい、ミリタリーっていうか軍用車にはもう大体こういうのが貼ってあるんですよ。あ、そうなんですね。はい、何でか言ったら、はい、整備するときにパッと見て、あ、2.0。 なるほど。いろんな車の、はい、いろんな人間がバーッと集まって整備したりとかするときに、はい、もうボディに書いちゃってるんだよね。まあ、選手でね、バーッと吹いて、はいはいはい、これをこのタイプと行くいう感じ。誰が見たって、あ、2.0、はいはい。特殊車両でも 3.5 やったら 3.5 と、ね。なるほど。はい、まあ、知らない人見たらね、おしゃれだなって思っちゃいますけどね。うん、そうそうそう。だからおしゃれだもんで、ありだなと、うん。意味としてもちゃんとあるから。
で、そのまたね、この若いんだけど、うん、2.0 とね、2.2 があるんだよね。そうですね。バリエーションで。俺も 2.0 もらったもん。遊び心を踏まえて、やって、やらせてもらってます。これは、ジャウスさん。あ、はい、ジャウスさんの 9mm タイプの、フェンダーガーニッシュ。なるほど。はい、これも、このまま車検も取れますしね。うん。違ったね。あ、これね。あの車にも売ってます。これ意外と便利だね。特にね、水泳とか、サーフィン、まあ、可能だな。もう今日ですよね。今日、まさに。まあ、あと足回り、ね。足回り、うん。足回りはまあまあ、2インチ。はい。まあ、レース用とか黒缶用とか、まあ、皆さん言われますけども、はい、僕は大体もう街乗り、街乗りをシュッとして考えてる。この赤いコイル、赤いアーム。あ、そうです、そうです。はい。やっぱ街乗りでね、快適に乗れへんだらちょっと辛いんでね。はいはい、確かに。なるべく女の人でも扱いやすいように。はい。ショックアブソーバーは、はい、何を隠そう、谷口製です。お、出ました。谷口製。実は、そこに、谷口デモカーと、そして社長の物産が。はい。完全に気に入った。これも谷口さんのコラボレーションですね。完全に気に入った。でも多分マイルドスピードぐらいのもんですよ。谷口社長を外野にしてるっていうね。いるのに触れなかったっていう。リンチアップ。これエンジン絡みは触ってないですか？エンジンは、まあ、言うてタービンと、はい、あれですね。ミニコン。うん。と、あと、アクチュエーターね。アクチュエーターね。タービンも、だから販売してるってことですよね。してる、してる。もちろん、もちろん。それは速くなるんですか？あ、ね。難しい。ボルトオンの、はい、要はね、まあ、変な話。例えばコンピューターを変えなくても、はい、このタービンつけて、そんだけで、燃焼とか触らなくても走り良くなりますよっていう風な、はい、タービンの販売始めたのって、多分西川さんとか最初ですよね。あ、うん、そうですね。そうね、うん。累計で300はいかないぐらい売ってます。おうん。だから実績そんだけある。だから、タービン。だから、こんな平日に川下りしちゃう。え、うわうわって。いやいや。儲けはね、タービン屋さんは儲けてはるか知らんけども、はい、うちはもう欲してます。あ、そうですか。でね、タービンで言うたら、JB23 の7-8-9-10 型、はい、むちゃくちゃ速くなるんです。おスムーズに。これはね、まあ、デモカーはもう今はないけども、はい、ぐーっと喋りながら走って140キロ。へぇー。まあ、行動でない。はい。とこでね。あ、もちろん、はい。うん、走って、はい、あ、えっていう感じで、スムーズに。じゃあ、兄さんの後期7型以降の人は、ぜひ。必見、必見。コンピューター触らずともいけます。そうですね。そういうスペックのタービンを本当に一番最初に出した。あ、そうですね。だから本当にチューニングのね、敷居をね、ガッと下げてきた。いや、それは何でか言うたら、レースでね、はい、エンジンフルチューンして、エンジン100万かけたんですよ。はい、ロットも全部変えて、はいはい、で、コンピューターもサブコンでバチバチやって、はい、オペレーターつけて、会場まで行って合わせてやって、毎回してんな、はい。そんなバカなこと誰もできない。と思った時に、あ、やっぱりタービンとチューニングはもう軽い方がいいなっていうのがもう根本だ。なるほど。だからそういうのも、ほんまにレースをやらへんなら、わからへんかもしれないね。でも街乗りでは、そういうのは役に立たないですか？いやいや、立ちますよ。いや、だから、結局、街中でさ、キビキビ走りたい。でも耐久性っていうのは変な話。うん、なんちゃってメンテナンスで10万キロ持ってもらわないかもしれない。最低でも、はい。で、ある意味、ただその時の全開時間は短いけど、うん、持たないかな10万キロだったりするわけでしょ、うん。レース2時間とか3時間とか、2日とか3日かもしれんけど、うん、その時は、全開で走るわけじゃん。うん、これ多分ね、負担率一緒ぐらい。うん。うん。だからとにかく耐久性が、ありきで物を考える人っていうのは、やっぱりゴール、結果を出してゴールするっていう、うん、レースを本当にやってた人の考え方だよね。うん、だから、例えば04で、いや、1本走ったら持つでいいよっていう風な人じゃない。うん、エンデュランサーとして、何日間、全開で走り続けて、結果出しつつゴールするっていうのが目的だった。なるほど。で、そうやってた人。説得力ありますね。やっぱり、ね、欲、うん、の基本っていうのは、まあ、アメリカのジープですわね。うん、それなぜか言ったら、戦地に行って無事に帰ってくるっていうのが欲、うん。その
精神を受け継いでるって思うから、そういうふうなことがしたいと。なるほど。うん。だからやっぱり空気圧をパッと見て分かったもんね。そうです。アメリカですわ。はい。まあいろいろね、エッセンスを加えて楽しんでもらえるようなことを日々考えてるんやけども、うん、楽しく、四駆生活が送れたらいいなと、はい。日々考えてます。内装とかはどうですか？なんかやってます？内装は、そんなにないですわ、うちは。うん、あとはね、はい、全然喋ってくんないけど、はい、それについて、はい。ね、相談ごと持ちかけて対応してくれる人だから。おうん。だから、何っていうのを問わずに、はい、こんなんできんかなとか、これどうしたらいいんだろうとかっていう相談ごとが、集まってくる人。それをカテゴリーで何って言ったらもう、キリがないじゃん。はい。はっきり言って。その人たちの悩みって違うから、はい、その悩みを解決してくれる人。なるほど。うん、いいですね、うん。本当にビギナーとか、わかんないこといっぱいあると思うんですよね。僕、うん、ね、はい、もビギナーですけど。だって、最初のほんまにわからへんですや、うん。ね、それをね、こんなん、ぼやっとし、こんなんしたいっていうのを相談するのが我々の役目だと思ってるしね。うん。だから、これ絶対使えダメっていうのはないからね。なるほど。はい、僕もじゃあちょっと相談一つ乗ってもらっていいですかね。ちょっと楽して稼ぎたいんですけど。それは銀行でしょ。え、マスク答えてきて。いや、銀行員。銀行員。いや、うちの父は銀行員だったけど、そんなに裕福じゃなかったから。滋賀だから、うん、関西圏の人が行きやすいのかな。関西、まあ関西だね。そうね、うん。いや、前はもう東北、北海道、多いですよ。うん、から、問い合わせが。はい、でも本当にだから、まあ、特にオーガナイズ、レースやってた時ですね。いや、そうやね。そんなマシン作れるところがないんだもんだと。そうそう。すごい。そういったね、経歴もすごい方じゃないですか。この新型ジムニーってどうですか？楽しい。楽しい。楽しい。ね、出来が悪い子ほど可愛いっていうのと一緒で。出来悪いって言っちゃってるじゃないですか。いや、ちょっと。とね、はい、まあ、非力でもあるけども、はい、相対的に、まあ、トータルで考えたら、やっぱり、楽しく、まあ、ですわ。いいね、うん。乗り味も、だいぶ、良くなったし。あとはもう、個人個人が、どのようにしたいかっていうのを、明確に、作っていったらいい、違うかなと。勉強になります。いやいや、うん。嬉しいですね。そういう経歴のある方が、こうやって、やっぱり新型ジムにいいよって、楽しいよって言ってると、僕らもいい車乗ってるんだなっていう確信になりますから。うん。うん、まあ乗ってる方はほんまに誇りに思ったらいいんちゃいます？あ、なかなか買えへん時代からね。乗ってる方に一言。はい。いや、ほんまに欲しくても買えない時やからね。はい。それを乗ってるっていうことはやっぱり、プレミアムがついてるというのと一緒でね。もう自慢で乗ってください。今ね、うん、もう手放そうかなと思った人も、うん、やっぱり乗ろうって思いましたね、きっとね。ありがとうございます。はい、ホームページとかは？あ、やってます、はい。はい。ありがとうございます。ちなみに、社長、マイルドスピードってご覧になったことは？共演してるのを見ました。あ、ありがとうございます。なんか海坊主二人が。あ、ライブだ。やかましいぞ。じゃあ、最後、決めポーズ、お願いします。はい、ご協力ありがとうございました。はい、せっかくなんで最後だけ、谷口社長にも入ってもらいましょう。以上で操作を終了する。せーの、デフロック。